ゆりこたいがです。皆さんこんにちは。今日はイタリア人が思う日本の男性と女性のイメージについて話したいと思います。今日はね、いっぱいアンケートをいただきました。 Facebook と Instagram に集めて200ぐらいのコメントいただきました。皆さんありがとうございます。ちょっと多すぎるのでちょっとピックアップをしたいと思います。日本人の男性の一番強いイメージはシャイです。誰にも聞かれてもだいたい10個のコメントの中で8割ぐらい日本人の男はシャイに見えますということですよね。そうですよね。まあ信じとかねって考えたらエヴァンゲリオン言いすぎよエヴァンゲリオン言いすぎるなんですけど、イタリア人からわかる。なぜというと、イタリア人はね、外に歩くときに誰かと話すのは、ちょっと声をかけたりとか、この人なんか面白そうだね、声をかけてみようとかの、文化があるので、どちらかというと、女性とか男性にも声にしや、声かけやすいなんですけど、日本でやると必ずナンパしかないんですよ。あ、もう完全にこんにちは、ナンパだって思ってる。あ、ナンパが来たんだ、ナンパだってとか、本当もう声を聞くだけは男性だったらもう 100% ナンパと思われる、思ってる人が多いし、まあ確かに私も日本に来てからまあ損じゃないかなってちょっと思ってるので、まあわからないではないから、それでちょっとシャイに見えるところが強いですよね。私は日本人の男性はシャイと思ってないんですよ。ただ海外に行くときにだんだんにいろんな人に声をかけてみてください。隣のカフェとか気になる方とかいらっしゃったら、あ、こんにちは、僕はなんとかなんか日本から来ましたよって、お姉さん綺麗ですねとか、本当行くこととか言えば、多分日本のシャイのイメージはまずはなくなるんですよね。で、ナンパの気持ちじゃなくて、そういう本当気になるからだんだんに他の人知らない方でも声をかけてみるとすごいいい練習だと思います。2番目の多いコメントはサラリーマンのイメージが強いです。すっごく日本人の男性が働くイメージがすごく強くて、もう仕事ってな感じはすごい多いんですよね。どちらかというとイタリアだと家族とか仕事はどっちですかって聞くのは当然はもう家族はファスト、仕事はもしかしても自分の彼女とかの後でもいいかもしれない。本当仕事はファストではないなんですけど、日本人は必ず一番目は仕事やらなくちゃいけない、頑張らなくちゃいけない、いっぱい働かなくちゃいけないというのイメージがちょっと強いです。確かに日本人がいっぱい働いてる、働きすぎはいると思う。みんなそうでもないなんですけど、なんかそうじゃないと俺が真面目ではないって見えてしまうのが怖い気がしてましたね。なんかイタリアだとそんなになんか仕事しなくてもそんなにもしかして気になるところではないかもしれないんですよね。なんかどっちかというとラブ、愛が一番、彼女とかエッチが一番って言いそう人が多い、お父さんみたいなで絶対言いそうですよね。日本はまずは仕事かな。あともう一つは綺麗好きです。日本人の男はすごく綺麗ってのイメージが強いです。例えばビアード、なんだっけ、ヒゲがあんまりないからすごいここに肌も綺麗だし、ちゃんと服も綺麗だし、どっちかっていうとクリーンのイメージが強いから、多分勝手にイタリア人頭の中でも家とかもすごいクリーンのイメージが強いです。そうでもない人絶対いると思うんなんですけど、確かにもしかしてイタリア人と比べるとちょっと乱暴の方が多い、もう俺が男だからくさくていいってなんか感じの人がいるかなって、そこまでないかもしれないんですけど、でも確かに日本人が毛がないから
まあ、毛が剃ってるからこそ本当綺麗に見えますよね、どっちかっていうと。うん、もうお父さんはね、もうそろそろサンタクロースに見えるから。あともう一つは安全ということなんですよ。あのちょっと言い方はちょっと違うなんですけど、簡単に言うと喧嘩はしない、喧嘩をするイメージがあんまりないので、安全というところはこれなんですよね。イタリア人だとすぐちょっと怒ったりとか、まあ普通に怒ったりとかする、なんか結構怒ってる、実はそこまで怒ってないけど声が大きくなったりとか、まあちょっとダーってな感じ、たまにカーってな感じになるはなりやすいんですよね、イタリアだと。まあ普通って思われる人が多いかもしれないんですけど、日本人は喧嘩ならないように空間を作ってます。あんまり自分の意見も出さない、あんまりタッてストレートなんか出すなんですけど、ちょっと優しい言葉で隠すとかの、人が多いから、ちょっと優しいイメージがついてます。あといろんなネガティブなところはちょんちょんにあったなんですけど、簡単にまとめていると、一番はあの日本人は変態、エビが見すぎ。そうですよね、日本のエビが一番だからね、世界一って。絶対ポルノヘイブン誰でも見たいんですよ。お父さんも見たいらしいお父さんは確かに日本のエビが大好きってこの前なんか言っちゃった気がするなんか私えってで、それが、そうだね、日本人でもなくいろんな人はそうかもしれないんですよ。あと引きこもりか、引きこもりしてる人が多いです。それはちょっとエヴァンゲリオンを見すぎんじゃないかなと思う。結局そんなにいないんですよ。なんかイタリア人はそんなイメージがないから見えてないだけなんですけど、日本は実際はほんと少ないと思う。で少なくてちょっとね見えたりとかもするなんですけど、引きこもりはじゃあ悪いわけではなくて、私の好きな TikTok とかアーティストさんは前引きこもりだったんだけど今はすごい成功してるとかの人もいるから、そんなになんかすごいダメだと思ってない。今から女性のイメージのことについて話したいと思います。一番はね、あのミステリアス、日本人の女性は実際に何が考えてるかどうかわからない人がすごく多かった。これはね気をつけた方がいいよ。日本人はね女性がすごく優しく見えるんですけど、あ可愛いですねとかいろんなこと言うなんですけど、裏で何が考えてるかどうかはわからない、何が言うかどうかもわからない。なぜで言うと、イタリアにFuck youという女性がすごく多いです。なんか問題なくこれ好きじゃないってとか、これ似合わないとか、あFuck youとか言ってる人が多いです。すごいどっちかっていうと女性男性とかもストレートです、言ってんのは。でも日本人がその平和になるために絶対自分の意見を本当出さなくちゃいけない、出してもすごく優しくてごまかす、それがねミステリアスですよね。私もちょっと怖い、男だったらめちゃめちゃ怖いあと面倒見がいい、お母さんっぽいということです。イタリア人もお母さんっぽいと思ってる人が多いなんですけど、実際お姉さんだと思うんですよ。ダルートの中で日本人のイメージは日向さんなんですよ。ナルト君大丈夫？よかったら何か作ってあげようかとか、なんかそういうすごい心配してくれるし、いつもそばにいてくれるし、いつも優しく教えてくれたりとかはする。でもイタリア人のイメージは私から見るとイノさんだと思う。クールだし強いし、どっちかっていうとね友達ってな感じはすごい。あとまだまだ似てるのはさくら、結構もう自分のなんかテンパーわーってすごい激しいですよね、気持ちが激しいから激しいことかも言ったりとか、あ嫌い好き嫌い好きとかのイメージが強いです。あとみんな同じに見える、これは顔とかではなくてファッションのことです。女性、日本人の女性は今流行ってるものに関してはすごく気にしてる。
今こういう髪型は人気とか、こういうカーディガンとかは人気とか、今流行ってるものはすごく一生懸命っていうか、買ってるものが多いって、確かにそうですよね。後ろから同じコートでわざとペア、ファッションとかしてなくてもたまたまみんな同じもの買ったりとかの人が多いから、それで同じに見える。顔とかではない。でもそれはね、イタリア人はね、みんな好きなものよりは、私自分がこれが好きだからこれを着るの意見が強いかもしれないです。でも日本人はそうじゃないと私は流行らないとか、ちょっと人気になれないとか、あ、ちょっとダサくに見えるかもしれないって考えてる女性が多いので、それでじゃ、それの大きなの違いがあります。はい、ということです。まあいっぱい個人の意見のコメントが多かったなんですけど、でも大体イメージはそんな感じでした。で、個人的に日本に住むと、まあそうじゃないところのと、まあ確かにちょっと同じこと思ってるところがあったなんですけど、実際思ってるのはね、人は全然違うので、もう別々、毎回いろんな人と会うとちょっともう変わったりとかするし、で今新しいジェネレーションとかもね、もう全然違うから、あんまりそこで意見も出せないなんですけど、とにかく今日本人はイタリアに行けないし、イタリア人は日本人も来れないか、日本に来れないから、まあ私みたいにもっとこういう感じの動画をいっぱい出せたらいいなって思いますので、こういうフォーマットが好きだったらぜひ皆さんいっぱいコメントしてくださいね。またお待ちしてます。チャオー。